皆さんこんにちは、南沢です。今回は皆様の目を叶えようという企画で、ドライバーを少しでも飛ばすにはどのような工夫をすれば飛ぶかということにフォーカスしてお話をしてみたいと思います。今回はこちらですね、横浜ハンズゴルフクラブさんの鈴木スタジオに来ております。このハンズゴルフクラブさんの鈴木スタジオはですね、トラックマンが各部屋に1台ずつありまして、非常に正確なデータが取れる施設となっております。まずはちょっと一度僕自分の打ち方で打ってみたいと思います。おおよそこの時に、クラブヘッドのスピードが 45.4 で、ボールスピードが 67.9、キャリー253のトータル277と、まあ、まずこういう数値が出ました。さてですね、じゃあこれをどのようなことをですね変えることによって飛距離が伸びるのか、もしくは減ってしまうのか、検証をですねしてみたいと思います。まず検証1ということで、前の私の動画でもお話をして、普段のレッスンでも申し上げているんですが、ドライバーの体重配分というのはですね、右足に若干かける体重配分7:3もしくは6:4で、少し右から見てアッパーブローを捉えるんだよということをお話ししているんですが、今回はアイアンと同じように 50-50、 要は五分五分で体重配分をかけて打つとどうなるのかということを検証してみたいと思います。では打ってます。体重ですね、通常はこう右の方にかけるんですが、イーブンにして一度打ってみます。ボールスピードが 65.9 ということで、ボール、そうですよ、ヘッドスピードも落ちてしまい、飛距離も277から250、20ヤードもこれ落ちて、これですね、わざとゆっくり振ったわけではないんですが、キャリーの距離が減ってるんですよね。やはりですね、大幅に飛距離ダウンにつながりました。決してわざとだったわけじゃないんですが、258という結果が出てしまいましたので、体重配分はやはり 50-50 よりも、7:3もしくは6:4にする方がいいでしょうということが結果として出てみました。はい、先ほどの検証1では体重配分を 50-50 にしてみたら、大きい距離が20ヤードぐらい減ってしまったということなので、今度は逆にですね、体重配分をアドレスでかなり右の方にかけて、少しインサイドアウトに入れるような感じでですね、ボールに対してこうアッパーブローの度合いを強めてみると、どういう飛距離の変化が出るか試してみたいと思います。やってみます。かなり右の方にこう体重をかけて、下から上に打つような感じで打ってみます。どうですかね、うまく打てましたかね。まあ、ボールスピードは 69.5 で、ボールスピードが上がって、やはりそうですね、トータルの距離が285と、いや通常で打ったよりも、まあ、7ヤードぐらい伸びてると、8ヤードぐらいですかね、伸びてると。ただしやはりですね、こうフックの度合いが強くなるので、飛距離に関してはですね、やはり体重をですね右にかけた方が間違いなく伸びるということは検証できたと思うんですが、ボールをですね少しドローしやすい、逆にですね少しスライスしてしまって距離を落としている方にはですね、少し右に体重をかけて打つと、これはいいかもしれないという検証結果が出たと思います。以上のように、まずアドレスの体重配分に関しましては、少し右よりもさらに右にかけた方がアッパーブローの度合いが多くなり、スピン量が減り、要はフェースが閉じやすくなるので、球が捕まって飛ぶということが検証できたと思います。逆にこれを活かすのであれば、距離がちょっと出なくてスライス系の方は、体重の配分を少し右に置くだけでですね、飛距離アップというのは望めそうなので、ぜひ一度試してみてください。まあ、初動はちょっと体の回転っていうのはちょっと抜いてるんだけど、ここから9時の位置からは、今度9時3時じゃなかったらコックが入るよね。最初にコックが入る、はい、でコックってなんだったら、右肘と手首を縦に畳む、手の縦の動きが入ったら、次は切り替え